This ラケです。今日はですね、ちょっと今ねクレスに切り引きしようと思ったら、これつけまろのケージなんですけど、なんかね見てはいけないものを見つけてしまいました。はい、何かと言いますと、見えますかね、なんか見えますねなんか見えますね。はいはい、つけまろさん卵を産んだようです。はい、前回12クラッチ目を産んで、それから35日目ですね、はい、13クラッチ目の卵を産みました。いや、12クラッチ目がね有精卵が出てるんですよね。なのでちょっと13クラッチ目どうかわかんないですけど、お疲れ様、また産んだの、つけまろさん。とりあえずね、まあちょっと確認してみましょう、有精卵かどうか。はい、ちょっとまたしても眩しいんですけど、こちらのスマホの上にね置いてみます。ちょっとつけまろごめんね、ごめんね、ちょっといい、あんまりまあ土掘ってはいないからあれなんだけど、まあでも1個はちょっとへこんじゃってるかな、もう。さすがにね、よいしょ、これはちょっとへこんでるで、多分無精卵なんじゃないかな、さすがに。あ、これはもう綺麗な無精卵ですね。うん、赤い輪っからしきものはないので、もうこれはもうね即処分でいいような感じの無精卵ですね。はい、じゃあ次行ってみましょう。よいしょ、こっちね、はい、と、これも無精卵かな。いや、あるなあるな、これちょっとね光がね強すぎてちょっと見えないな、ちょっと待ってくださいね。灰がありますね、これね、これだとちょっと見えますかね。ちょっとライトもうちょっと暗くしてみようかな。ちょっと一段暗くしてみたんですけど、見えますかね、この左の方の赤い丸が見えますよね。これ一応有精卵っぽいですよね、これね。この後発生が進むかどうかわかんないですけど、輪っか自体はあるのでね、ありますよね。見えるかな、こうやってやったら見えるかな。一応ねこれはじゃあ管理していこうと思います。こっちも一応確認しようか、もう一回光、暗めの光で、まあ、これは多分もうないな。うん、まあこっちはまあ無精卵でしょう。なんか触った感じもちょっとペコペコしてますね。はい、じゃあこっちはね無精卵ということで、1個だけ管理していきましょう。はい、じゃあね一応これに日付を入れておきましょう。まあ一応ちょっと転がってるかもしれないんで、まあ掘らせてないんでね、産卵床とか入れてないので、これ一応この灰が上に来るように管理したいと思います。はい、OK。はい、じゃあね、つけまろさん、お疲れ様。じゃあちょっとね、卵をね、これから管理するのはまあ僕の役目なのでね、まあ、しっかりこの有精卵の方はね、管理していきたいと思います。とりあえずちょっとご飯あげてみましょう。はい、お疲れ様。食べる？さすがにもうね産まないと思ってたんですけど、やっぱりこうクレサわかんないですね。まあ1ヶ月ちょっと経ってまさかの13クラッチ目ですか。でしかも有精卵が出るというね、全く想定してないもうね本当に、うちで一番最初に生まれた1クラッチ目のつけまげ、なんかねもう友達のところにね里子に行きましたけど、
もうね、そこんちはですね、もうつけまげがお父さんになってるんですよね。だからもう実質もうね、つけまろはもうおばあちゃんでもあるんですけど、そのもうお父さんになっているつけまげの兄弟がね、兄弟の卵が1年後にもね、まだ生まれるということで、1年間でだからもう無精卵も合わせると13クラッチだから26個産んでるわけですね。でこの間もね言いましたけど、つけまろはその前に、ね、無精卵もね5クラッチぐらい産んでたんで、もう18クラッチぐらい連続で産んでるんですよね。本当にね、まあ、体調をね崩してないのが本当に幸いですけど、これだけ産むとちょっと不安になりますね。なんかよくね、染め焼きささくれエモリとかね、すごいたくさん産むなんて話はよく聞きましたけど、クレスもね、こんなに産むんですね。まあ、まさかまさかの展開ですけど、ちょっとね、まだ食べそうなんで、この後僕、餌ね、食べなくなるまであげようと思うんですけど、とりあえず動画はね、この辺で終わっていきたいと思います。で今、12クラッチもね、目もね、有精卵が出てて管理しているんですけど、まあなんとかね、まあ、有精卵、まあ、どうしてもね、成長止まっちゃったりとかもあるとは思うんですけど、まあ、しっかりね、管理して見守っていきたいと思います。はい、というわけで今日はクレステッド月光つけまろが13クラッチ目を見ましたという動画でした。それではまた、ブラケでした。バイバイ。